今日はですね、今あの総選挙で世の中話題沸騰中だと思います。編集長、はい、もう投票する方決めました。そうなんですよね。海老名さんもいいですし、あ、なるほど、大石さんも捨てがたいかな。はいはいはい、僕ね結構くつまさんもいいなと思ってるんですよ。いいですよね。分かんない、ね、え、皆さんは、お二人がボケてるのかどうかが分からない。なんかボケてんのかなって、あのね、名古屋の方であるあの総選挙のことなのかどうかが、ご存知ないですか。いいの、名古屋の総選挙は分かりますよ。やるね。ちょっと待ってください、今日は違うんですよ。今話題の総選挙といえば、何、こちらです。 The Interim Reports of Donburi General Recreation Shizuoka。 いつも思うんですけど、ここ渋滞してます、Donburi 総選挙を言わなきゃいけないのに英語が入っちゃってるから、渋滞情報が。つまりですよ、アットエス主催どんぶり総選挙の中間発表を今日はテーマにお伝えしたいと思います。そういうのがあるんだ、はい、はいはい。まずやっぱりどんぶり総選挙というものを説明していただきたいと思います。編集長お願いします。はい、どんぶり総選挙なんですが、はい、こちら沼津の魚菓子寿司グループで行われている総選挙で、うん、各店がオリジナルのどんぶりを考案して競い合うというようなどんぶりの総選挙なんですね。そうなんです。でこちら丼のお値段が1200円と1800円の部門2つありまして、それぞれ優勝した丼は7月の20日から全店でメニュー化されて食べることができるようになるんです。そうなんです、はい、こちら投票の締め切りが7月の1日までですの でさらに投票してくれた方に、抽選で10名の方に、はい、こちらで使えるお食事券5000円分をプレゼントしますので5000円分、はい、すごいですね、はい、ぜひ。でもすごいごめんなさいね、すごい素人な質問なんですけど、はいはい、魚菓子寿司グループなんで海鮮丼しかないんじゃないですか。いやそんなことない。ちょっと見ていきましょうか。違うイメージ、早速見ていきましょう。そうなんですか。まずはでは1200円の部門から見ていきたいと思います、はい、ベスト3こちら。え、何3位、清水エリアです。清水エリアとジュエリーが混ざっちゃって、清水ジュエリーってちょっとおかしくなっちゃってるからね。清水君、申し訳ありません。お願いします。3位、清水エリアジュエリーミルフィーユ丼。ちょっとこれうわうわうわ重なってんだ、いろいろと。そして、うん、2位、富士エリア特選うなぎと人気天ぷらのコンビ重。もうこれ2つ、そういうのあるんですね。エジからありますよね。富士エリア、富士の部屋も入んのかな。さあ、どうなんでしょうか。気になっちゃってね。さあ、注目の中間発表、今1位につけてるのはこちら。何、はい、編集長お願いします。こちら中間発表第1位、1200円部門、流れ寿司沼津店の有野店長が考案されたフィッシュデコレ、はいなんですね。こちらマグロとかアジとか生エビとか、あの10のネタをまるでケーキのようにトッピングした、もう彩りの美しい、これは綺麗だ、食べるのがもったいない、これもうインスタ映え必至ですよ ね、 ね、もうね、有野店長おっしゃってましたもん、あの優勝する気満々です。おいや、普通の意気込みなんですけど、普通の意気込みです。びっくりした店長、おっしゃってましたよ。今の発表する必要ありました。やっぱり自信があるかないかっていうのはね、有野さんはあると、あると、店長は大事な情報ですから。さあ、そんな有野さんどんな方なのか、こちらです。気になるね。あれ、あ、はい、もう有野慎吾さん52歳の方、はい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 、自分の丼を食レポしてほしい方、はい、石塚さんですかね。石塚さん ねそしてお悩みがあるそうです。何、中型自動二輪免許に4回落ちちゃった、うん、何年越しなんだろうね。何年越しで4回落ちたんだろう。そこで有野さんの最新情報を掴んでいます、はい、もうすでにですね5回目の試験予約してるそうです。頑張ってほしい。次こそは、ね、頑張ってください。行きましょう、行きましょう。さあ、続いて1800円の部門参りましょう、はい、こちらです、はい、ベスト3、うん、中間発表です。3位、清水エリア、うん、こだわり静岡和牛頂上に出てきましたね。原田さん、あるんですね。あるんですよ、はい、そして2位、沼津エリア彩り、まずエリア、いいですね。さあ、そして中間発表で1位はどうなってるんでしょうか。編集長、こちらです。はい、現在1位はですね、沼津港店の鈴木店長が考案された沼津港重なんですね。こちらもう写真見るともうすごいですよね。立ってるね、もう立ってる。中トロ、有頭ボタンエビ、生桜エビ、本当豪華なネタが
もうお重に乗り切れないぐらい。これで1800円ですか。そうなんです、こんなゴージャスな一品なんですね。こんな鈴木店長もおっしゃってました、はい、もう優勝する気満々です。それいらないですその情報いらないですよ。自信があるかないかで。いや自信があるんでしょ、それ代弁する必要ありますよこの自信を伝えないと。あ、なるほど、自信はあると、はいはい、そして鈴木店長こんな方でした。どんな方でしょう、はい、あ、若いんですよ、鈴木克明さん、32歳の方、はい、自分の丼を食レポしてほしい方、彦摩呂さん、彦摩呂さんね、わかるわかる、そうなんです、うん、お悩み、腹筋が割れそうで割れない。ああ、ちょっと鍛えてらっしゃるのかな。どうなんでしょう、わかんないですね、この写真からちょっと。なんでこの写真なのかなって確かにね、でも質が良さそう、ね、このね、鈴木さんがですね、なんか変わったお客さんがいたということで印象に残ってるそうです、こちら、ある朝方こう血相を変えて来店してきた男性の方いました。皆さん、この中に入るセリフ、どんなのが考えられますかね、なんで朝方に血相を変えてきたのか。朝方、あ、血相を変えて、だすごく急いでるわけですよ、朝ですから。そうですね、お腹が空いたから、もう寿司のネタ抜きみたいな、だからもうすぐ食ってすぐ行きたいよみたいな、そういうことなんじゃないんですか。あ、近いですかね。いいとこまで行ってます。原田さん、斉藤さん、どうですか。ちょっともうそこまで行ったらもう分かんないよ。分かんないですよね。正解見てみましょうか。何防犯カメラを見せてくれ。昨日妻が誰と来ていたか知りたい。俺関係ねえじゃん。欲しくないじゃん。何も引っかかってないよ。期待しちゃったんだけど。すいません。とんでもない。こういう方がいらっしゃった。いらっしゃったみたいですね。まあもちろんあのプライバシーに関わることなので丁重にお断りしたと。でもあれなんですね、この方は奥様が魚河岸寿司に行ったところまでは掴んだと、ね、ちょっとその先が気になりますね。いやいや、あのお二人乗ってるけど丼関係ないから気になっちゃう。気になるけど最近なんか多いじゃないですか、こういう風潮時事ネタ的なニュースが、ね、多いじゃないですか、はい、さあということでもう一度中間発表、はい、結果戻っていきたいと思います、うん、こうなってます。改めて、はい、1200円の部門と1800円の部門あります、はい、1月、7月の1日まで投票期間、そして結果発表が7月の20日ということになっています。はい、こちらアット S のトップページから、はい、あの投票ができますので、うん、ぜひ皆さん清き一票をよろしくお願いします。不正はないでしょここに清き一票って、はいはい、以上今日のアット S スーパープレゼンテーションでした。はい、動画のホームページにアップされておりますので、ぜひご覧になってみてください。